皆さんこんにちは。 EAA の高山です。東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる東アジア芸文書院 EAA では、何か新しい余白を作れないかということで、5月13日よりラジオを始めております。本日8月26日で15回目を迎えております。一瞬少し涼しい日もありましたが、先週も今週も大変暑い日が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんというか、休みたくてもうまく休めない感じが続いている方も多いのではないかなと思います。私はいよいよ暑さに朦朧としながら、カレンダーがすっかり変わってしまったような、そんな心地を抱えつつ日々を過ごしております。 EAA は今週からお盆明け本格始動しまして、早速本日からもろもろイベントや企画が始まっております。次の次の週末からは北京大学とのオンラインでのサマーインスティテュートもあり、テーマがパーソナルソーツ&エクスペリエンス under the pandemic、 感染症流行の見聞と経験というテーマで、グループワークもあるようで面白そうです。最近個人的にはワクワクすることがありまして、石牟礼道子を読む会というのを EAA の世界文学ユニットの宇野さんと続けているのですが、最近結構貴重な1960年代の熊本の雑誌資料を本郷オフィスの井野さんのご協力を得まして入手することができましたので、これを目にするのを今から大変楽しみにしております。国内に限りませんが、結構地方雑誌だったり、何か個人が主催する会の冊子といったものは図書館でも所蔵がなかったりして、まだ分かっていないことが多いんだろうなと思います。ところで、先日ペルセウス座流星群が話題になりましたが、皆さんはこの夏は星はご覧になったでしょうか。自分はこの夏は星をあまり見なかったなという気持ちでいっぱいです。今って円盤型の紙の星座早見表なんかは学校で配ったりするんでしょうか。子どもの頃は夏休みも冬休みも夜空の星を見ることを楽しみにしていた気がします。夏の大三角形とか冬の大三角形とか、今でも覚えていますが、幼稚園の年長さんの時に、通っていた幼稚園のバラ組のみんなで電車に乗って隣町の室蘭に行く、そんな遠足がありました。それで室蘭の青少年科学館のプラネタリウムに行きました。それまで図鑑でしか見たことがなかった星座がきれいに見えるものだから本当に感動してすごく嬉しかった、その時のことを今も覚えています。そのあたりからずっと星が好きでした。で、星が好きだったんですけれど、中学生の時、ちょっと怪しい雑誌ですけれども、ムーってあって、当時とある漫画家の書いた漫画に、そのムーというちょっと超常現象とか古代文明とかについての記事が載っている雑誌が紹介されていたので興味を持っていて、一回お小遣いで買ったことがありました。それで実際読んでみるとかなりの怪しさを感じまして、でそれがきっかけで中学1年生の時、中学校の図書室で星だけではなくて宇宙人についても知りたくていろいろと調べていた時期がありました。でその時に古い天文学の入門シリーズを見つけて、で古代遺跡のこととかいろいろと載っているので、のめり込んで借りて随分と読んでいました。それで昔の本って今はなかなかないことだと思うのですが、著者の住所がそのまま載っていたりするんです。でそれはもう
1980年代の本だったと思うんですけれど、質問とかどんどん送ってくださいみたいなことが書いてあって、当時中学生だったのであまりよくわからないで、そのまま書いてある通り質問を手紙で送ったんですね。で、私自身は今はもうあんまりないですけれど、小学生の時よく文通をしていました。行事だったりで違う学校の人と友達になったらもう学校で会えないので住所を交換して、でそれで文通をしていました。まあ、大体返事が来なくなって終わるんですけれども、続く人とは続いて手紙をよく書いていました。今も比較的手紙やはがきを書く、そんな習慣に続いていますが、ともかく1990年代の半ばからインターネットはやっていましたけれども、私が中学校に入った頃はまだメールよりも手紙とかはがきの方が早いっていう、そんな感覚だったと思います。2000年2001年あたりの話ですね。今振り返るとなかなか信じられない時代です。それでともかく手紙を送ったらお返事がすぐに横浜から届いて、それがもう亡くなっていらっしゃる方ですけれど、前川明さんという方です。光ると書いて明と読みます。で、その前川さんは横浜天文研究会 YAA というのを1946年に旧制中学に在学されていた時に友人と立ち上げて以来ずっとやってらっしゃって、でそれに入りませんかと手紙で勧誘をいただきました。で、もうだいぶ前に自分は自然退会してしまったんですけれど、毎月手作りの会報を受け取ってアマチュアの天文研究会の情報を得るようになりました。で、横浜天文研究会の60周年記念の2006年の集まりは自宅浪人中だったので残念ながら行けなかったんですけれど、大学に入った後1回だけ2008年に横浜のご自宅にお伺いをしてお話をすることができました。前川さんは専門家の人だから自分はたくさん星のことは知らなくてと思って緊張してお会いしたんですけれども、その時に何でも全部のことが分からなくてもいい、研究テーマでも何でも何か一つでもあればいいんだっていうお話をしてくださいました。オリオン座ってありますけれども、星座はオリオン座しか知らないのにオリオン座の三つ星の研究をしている研究者の方のお話をしてくれたり、大変面白かったです。あとは前川さんは古代文明研究会というのもなさっていて、振り返ると相当自分の道を貫いて極めている人だったんだなと思うのですが、ともかく自分のやりたいと思うこと、好きだと思うことをやるといいというお話をしてくださって影響を受けました。で、前川さんの息子は脚本家で、やっぱり好きでテレビアニメに関する仕事をされているという話もしてくれて、なんというか、好きというかのめり込めるものやのめり込める感覚っていうのを大切にしようって思わされました。かっこいいおじいさんだったと思います。で、中学生の時って部活があるから、私は陸上部でしたけれど、小学生の時と違って帰り道暗い時もあったりして、でそれで夜空があって星が見えることが多くて、すると流れ星なんかあったりするとびっくりして UFO なんじゃないかと、なんかそんなことでワクワクしていましたけれども、やっぱりあれなんだろうって思う、そういう感覚は忘れたくないなと今思います。今もわからないことだらけだなと感じ続けている、そんなお話でした。現在は新型コロナウイルスに関してもはっきりしない曖昧さに冷静に耐えていく、そんなことが求められている状況ですが、星について考えることは少し息抜きになる気がいたします。それでこの間おとつい月曜日に久しぶりに夕方駒場にいたんですが、その時大変涼しい感じで虫の声が響き渡っていましたので
少しだけ音を録音してまいりました。もう少ししたら昼間も涼しくなるのかなと期待をしつつ、本日はこの後最後5分ほどはその音を聞いてみたいと思います。私はここでいなくなります。来週はもう9月ですが、次回は9月2日水曜日にお会いしましょう。それではどうぞ駒場の虫の声をお聞きください。暑い日が続いていますが、どうか皆さんがお元気でいることをお祈りしております。